丈夫、よかった。すいません、出向を承諾だけお願いして。民家ですので、この欅の木がですね、実はちょっと根がこの建物の下に入り込んで、今回リニア工事においても非常にちょっと支障を来すような状況になって、残念ながらこの欅の木を今年伐採することに、私に関する非常に断腸の思いですけど、欅自体は樹齢300年になりますけども、この建物とともに165年を守り続けて、そこからその先祖代々がずっと 見届けて見続けてきたこの景色がですね、実は今年最後に、この家を残すために仕方なく切るということなんですね。ジャンルはね、いろいろ織り交ぜながらお届けしてみたいと思います。
カエルの歌が聞こえてくるよ。わわわわ、ケロ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 、クワクワクワ。弓矢が正解なんですよ、これ。弓が正解なんです。コンセプトとしまして、弓の弦を矢で叩いて音を出す。で、そのままだと音が聞こえないんですよ、あの弦の音なんて。で、ここにひょうたんが引っかかってるんですよ。ひょうたんを紐で引っ掛けると矢の、弦の振動がひょうたんの中で響いて音になるっていう、そんな楽器でございます。で、この弓のこの木なんですけども、これがビリンの木っていうんですね。ビリンの木というのを使って作られた弓なので、弓バウですよね。なのでこれビリンバウって呼ばれています。ビリンバウだいたいこの名前を言うと皆さん頭の中に韓国料理のそれをね連想されるこれもね、これもテンプレになってるんですよ。このビリンバウっていうね、そういう楽器なんです。はい。I was dancing with my darling.
4曲続きました。
Thank you.
全力君は元気ですか僕はやっと今日着いたよまずは送るこの枯れ葉を街で拾った6枚の枯れ葉今僕がいるこのサンフランシスコ枯れ葉の季節あちらこちら見歩くたびにいない君に話しかけて一人Thank you.
だけで生きていたいの。ただ命の限り私は愛したい。生は素晴らしいですね。よかったです。どういうところがあるんですか。やっぱこのなんていうかな、迫力があるし、でこうチームワークでなんかすごくよかったですね。で身近にやっぱ聴けるっていうのが、あのホールと違って身近で聴けるっていうのがいいですね。あの建物との雰囲気がマッチして。そんな今日はあの和尚とパトラーさん初めてだったんですけど、和尚さんのサックスがすごく、あのね、イメージカラーで言ったら緑です。澄んでて透き通っててすごいいいサックス。響きはやっぱ古民家なので、これホールとかとはちょっと違ったあの木の響きがね得られると思うので、あの古民家でのコンサートはすごくいいと思います。もう新しい世界でした。